ジョルジュ・イレア・ボースケイ .jpg ジョルジュ・イレ・ールブスケは、フランスの弁護士。明治初期の4年間退日し、日本憲文記を表した。パリに生まれ、パリ大学法学部卒業。1866年に弁護士登録。1872年に法日。当初、旧民法草案の策定に関わった。ギュスターブ・エミール・ボア・ソナード法日後は、 司法省明暴領で法学を講義した。1876年に帰国し、日本での見聞をまとめた、今日の日本を出版。1937年1月15日死去。モンマルトル墓地に埋葬された。1877年に観光した、レハポンでナンバーズジュールイレエシェルズデール。エクストリームオリエント、ベジコンテノントロワカルトの中で、ブスケは、 日本の職人について、こう記している。どこかの仕事場に入ってみた前。人はタバコを吹かし、笑い、喋っている。時々土を振るい、石を持ち上げ、ついでどういう風に仕事に取りかかるかを論じ、それから再び始める。日が落ち、ついに時が来る。さあ、これで1日の終わりだ。仕事を休むために常に口実が用意されている。暑さ、寒さ、 雨、それから特に祭りである。また、日本人の生活はシンプルだから、貧しいものはいっぱいいるが、そこには悲惨というものはないと書き、日本人に、欧米諸国の貧困層が持つや蛮差がないことに、共嘆しつつ、次第に失われていくことを惜しんだ。ブスケ日本見聞記フランス人の見た、明治初年の日本、全日本、野田義幸、久野慶一郎協約ミス書房 1977年渡辺慶に、生き死、世の面影、松岡聖郷、千差土曜千二百三夜、2007年10月15日、ありがとうございます。